さあ、ここから11時までは劇場で公開されている最新映画を映画ウォッチ超人、シネマンディアス歌丸がウキウキウ,キウォッチング、その監視結果を報告するという映画評論コーナーでございます。今ーーを扱う映画は先週ムービーガチャマシーンを回して決まったこの映画、トゥモローランド アイアンジャイアント、ミッションインポッシブル、ゴーストプロトコルなどなど、えー、手掛けたブラッドバード監督による SF アドベンチャー、テクノロジーが発達した未知の世界、トゥモローランドの存在を知った少女が、案内人の、えー、案内人の少女、また別の少女に導かれ、フランクという男と共にトゥモローランドを目指していく。主演はジョージ・クルーニー、ブリット・ロバートソン、ヒュー・ローリー、ら、ということでございます。はい、えー、ということで、えっ、ー、と,こと、えー、この映画、トゥモローランドも見たよ、というリスナーの皆様、バナナのォッチちめからの監視報告、メールなどでいただいております。えーの量は、 普通よりちょっと多め。あ、そうですか。注目度が高かったんですかね。えー、賛否の比率は、6対4で、否定的な感想が多かった。えー、前半良かったが後半失速。えー、場面単位では面白かったけど、全体としてはよくわからない。メッセージに乗れない。むしろ不愉快に感じた。などの意見が多かった。反対に、見ていてずっとワクワクした。夢を見ろ。未来を信じろというメッセージが素晴らしいとかね。えー、主演の女の子二人が可愛いなど褒める意見もあることはあったということでございます。えー、代表的なところをご紹介いたしましょう。ねまねまんさん。 トゥモローランド、えー、2D 字幕版でウォッチしてきました。えー、感想はズバリ楽しかった。えー、少年時代のフランクが。 え、これジョージ・クリーニーが演じるね、えー、キャラクター。フランクが自分の作ったジェットパックで、まあ、要は、あの、背負ってブシューって飛ぶやつ。えー、ティモローランドを自由に飛び回るシーンの爽快感とか、おっさんになった彼の自宅での、えー、過激なハームル、ハームアロン的バイオレンス描写とか、要するに家にね、罠が仕掛けてる。えー、ケイシーにサノバまで言わせて、まあ、ビッチね。要するに、ま、ファミリームービーですから、汚い言葉言えないけど、その寸前でカットする編集などに,、えー、には爆笑しました。ちなみに編集は、えー、ウォルター・マーチさんでございますね。えー、名称、ウォルター・マーチ。えー、私はこの作品にキャッチコ いましたこの作品にはかつて核配滑、発音も含めた、科学の発展が人類に明るい未来、ユートピアをもたらすはずだと無邪気に信じることができていた頃の思いが詰まっていて、でも現実には公害や原発事故などの問題が起こり、ユートピアからディストピアを想像することが多くなった今の世の中、それでも前向き夢を諦めなければ人は良い方向に進むことができるんじゃないかという願いのようなものを感じたからです。エンドクレジットが流れる中、私はマジンガー Z のビデオを見て、いつかこんな巨大ロボットに乗れる時が来たらいいかなと思っていた子供の頃思い出しました。ということでございます。えー、一方ダメだったとよかっ えーっとですね、え、茶一郎さん、えー、さて、トモローランド、ええー、監視してまいりました。えー、ブラッドバード監督ということもあり期待しておりましたが、今回は久々に作品のメッセージを不快に思ったものになってしまいました。えー、僕にはどうにも、えー、メッセージありきで、ま、あまりにも作りすぎているように思うのです。えー、確かにエッフェルトのシューケンスの楽しさや、えー、監督の SFI は認めますが、夢を見ろ、諦めるな、なんて正しすぎませんか 僕は夢を見ること、諦めないことが必ずしも正しいと思いません。え、まあ、というね、いろいろ書いて、子供向けのエンターメンテイメントということは重々承知ですがえ、夢を見続ける人、諦めない人だけが選ばれる、えー、テモローランドなんて世界どうでしょうか僕は嫌です。えー、アイアンジャイアントでなりたい自分になれと言ってくれたあのブラッドバード監督とは思えない作品でした。はい、というね。えー、これに関してちょっと私もですね、ちょっと今日の表の中でいろいろ触れたいところがありますので、行ってみましょうかね。はい、ということで、テモローランド、えー、私もですね、えー、っと、字幕版を2回と、 えー、バルトナイン都市、日本橋で東北新宿、あと、えっと、東北新宿のアイマックスで、えー、計3回見てまいりました。はい。結論から言うと3回も見る必要はなかったっていうね。<laughs> えー、ブラッドバードさん。まあえっ、ー、と、今回監督だけじゃなくて、まあ共同脚本、えー、参加してますし、まあストーリー制作、えー、結構まあバッチリ関わる人なので、ね、何事もね。えー、まあもちろんアニメーション監督です。今回実写だけのアニメーション監督。えー、ピクサーの、 ジョン・ラセターさんと、えっ、ー、と、まあ、同期ですね。同じ1957年生まれ。えー、で、 ええと、まあ、もともと、ま、最初に、ま、世間的に監督として名前を知れたのは、やっぱ一作目のアイアンジャイアントという1999年の作品があって、えー、これも文句なしの傑作、も名作なんですけど、はい、ワーナーのね、アニメーション。あのー、東京ではまともに、世界的に非常に不遇な公開のされ方をされて、評価は高いんだけど、まあ、全然このい当時はその、えー、工業的な発信も棒にもかかわらなかった。僕、東、日本でも、あの、東京でまともに公開されてなかったので、僕、横浜のワーナーマイカルシネマで見、見に行ったのをすごい覚えてます。でも、あの、よよと泣いてですね。 はい。えー、素晴らしい作品でございました。ブラッドバードさん。要は、あの、結構年いってる人なんですね。ジョン・ラセタと同い年。っていうか、あの、えっ、ー、と、年的には、あの、ジョン・ラセタの方が自月生まれで。まあ、いや、その話はいいんだけど <laughs> 同期なので、今のように日の目が当たるところに来るまですごく時間がかかった人で苦労している人なんですよね。で、それゆえっていうの結構関係してると思うんだけど、どの作品にも共通してですね、あるテーマがあるんです、このね、ブラッドバードさんは。 その人が持つ資質才能というものに対するですね、実は結構悪の強いメッセージを結構毎回少しずつ偽を込めてくる人ではあるんですよ。えー、あの、ピクサーのね、えっと、歴史を、えっと、書いたメイキングオブピクサーというタイトルで、早川書房から出てる本によればですね、えー、例えばその、 あのジョン・ラセターにね、旧友のビオン・ラセターに招かれてピクサーで、えー、ミスター・インクレディブル2004年に作った時も、あのー、脚本から演出まで割とピクサーとしては、ピクサーってのは割とみんなの、こう、いろんな人の力を入れて、こう、合同でこう作っていくっていう体制だったのを、からすると異例な感じで、割と全面的にワンマンなスタイルで押し切った。俺の絵コンテの指示通りにやれ、みたいな。 えー、感じてやったという。多分本人も、ま、いろいろ伝え聞くにつれ、本人もかなり役が強い人ではあるということらしいんですけど。はい。えー、で、例えば、レミーの美味しいレストラン、ピクサでもう一個作りましたね。あれみたいに、後から企画に参加した、途中まで別の監督が立てた企画で、監督がずっと進んでたのに、後からそれがダメになって、後から入ってきた企画でも、やっぱり、あの、脚本というかストーリーを一から作り直して、結局出来上がった作品は、その、さっき言った人の資質に関する、あるメッセージ込みで、強烈にブラッドバード印になるという。 そういう傾向がある人だと思います。その、えっと、人の資質に関するメッセージ、ブラッドバード印のメッセージは何かっていうのを具体的に言うと、要はですね、いつも一貫してるんです、この人が言ってることは。資質、才能、持ってる人は、絶対にそれを生かすべきだし、そのために諦めちゃダメだし。えー、そしてそういう人は報われるべきだ。これはもう絶対繰り返し言ってるわけです。資質とか才能を持ってる人は諦めちゃダメだ。頑張り続けろよ報われるべきだねそういうこと言ってる。 じゃあ、資質とか才能とかを残念ながら持ってない人に対してはどうかっていうと、だいたいこんな感じですね。あのー、自分がそういうの持ってないからって持ってるやつの足引っ張んなよな。<laughs> えー、割とそういう突き放した、結構本気で冷たく突き放した感じのメッセージになるという。少なくともミスターインテックレビルとレミーのその、えー、美味しいレストランは、あの、結末は結構そういう着地なんですね。はい。どんなにそのジャンルに情熱を持ってても才能がない奴のことを物語内で安易に救ったりしないんですよ。才能がある人は報われるんだけど。 はい。えー、でね、先ほどメールにあったように、僕もね、アイアンジャイアントのなりたい自分になればいいっていう、まあ一見万言に開かれた感動的なメッセージにやっぱ涙した人間だったので、ミスター・インクレディブル見た時に、あんなね、あなりたい自分になればいいって言ってくれた人が、次に作る映画が、何この、頑張っても、お前は最初から資質持ってないんだから諦めなみたいな映画、何なんだ、と思ったんですけど、ブラッドバードの中ではこれは実は矛盾してないんだってことに、特に今回から遡って気づいた。アイアンジャイアントのなりたい自分になればいいっていうのはその前に、 資質を持っている人はなりたい自分になればいいっていうのがつくんですよ。本当は。<laughs> はい。というような。でね、なんでこういうようなことを言いたがるかというと、結構きついようなことを言いたがるかっていうと、 これは、彼のキャリア、歩んできたキャリアと大いに関係がある、というふうに私は思っております。えーまあ、ま、それはちょっとトゥモローランド本編と絡めてのちょうど言いますけど、えー、ちなみにあの、先ほどね、あの、紹介の中でも言いましたけど、えー、と、レミーの美味しいレストランの次に撮った初の実写長編映画、ミッションインポシブルゴーストプロトコル、ね、えー、2011年、えー、は、まあ、あのー、これはある意味雇われ監督として徹して、要は純粋に、 えー、例えばアクションとか、あとスパイ的なガジェット。まあ、これのアイデアが非常に豊富であるとか。あるいはそのシーンごとの設計力ですね。例えばアクションシーンの設計力。まあ、そのシーン全体のデザインって言ってもいいと思うんだけど、そのデザイン力とかはやっぱりすごくズバ抜けて、やっぱアイデアも豊富だし、スタイリッシュだしという。まあ、そのあたりを変わられての起用なので、まあ、はっきり言ってその、さっき言ったメッセージ的なノイズは全くないわけですよ。ミッションインポッシブルで資質がうんぬんの話はしませんから。イースト、イーサンハントは最初から脂質あるわ、そりゃ。なので、 まあ、ノイズがなく楽しめる。まあ、活撃として僕はすごく、あの、良かったと。はっきり